ペルセオは、イタリア海軍のルポ級、フリゲート3番艦。艦名は、ペルセウス座に由来する。ペルセオは、リユーニティ造船、リバトリゴソ造船所で建造され、1977年2月28日に、気候、1978年7月8日に、浸水、1980年3月1日に、収益する。1990年代に、 サトコム衛星通信装置や SPS-700 ニコラ水上レーダーなど電子兵装を中心に近代化改修工事が行われる。2005年10月31日、ラスペツヤにてイタリア軍艦としての最後を迎えるボログネシ。ペルー海軍ではカルバハル級フリゲートに分類され7番艦となっている。艦名は19世紀の太平洋戦争において 活躍したフランシスコ・ボログネシ・セルバンテスに由来する。ペルー海軍は1970年代から1980年代にかけて旧式化した艦艇の更新を目的としたカスティーリャ計画を進めていた。この動向に対してイタリア海軍は同系艦を売却した実績から中古艦の売却交渉が進められていた。2005年に F565 サジッタリオとに売却され、 引き渡しに備えての諸作業が進められる。2006年1月23日にフィンカンティエリの造船所においてペルー海軍に引き渡され、ボログネシと命名される。2006年7月18日にラスペツヤを出港し8月18日にペルーカヤオに到着し、新たな任務に就く。2007年夏にアメリカ合衆国海軍が主催し、 南米諸国海軍も参加するパナマ運河地帯での対テロ合同演習パナマックスに派遣される。ありがとうございます。